ましょう。やっはろー、どうもこんにちは。アニメリアク職人こと町田ジョゲニハマーです。はい、現在1月29日日曜日の午後3時43分です。はい、今日はさくらあやねさんの誕生日ですね。はい、ただいまとある魔術のインデックス、22、23話と見てきまして、ここから24話いきたいと思います。まあ理解が難しいですけどね。はい、では D アニメストアですね。なおアニメ本編は流れません、ご注意ください。またアニメ本編中に CM が入ってくると思います。誠に申し訳ございませんけども、ご了承のほどよろしくお願いします。ではいきます。3、2、1スタート。さあ、美琴がなんかあんた車奪えるって1万777号を握ったところで終わったね。で、滝つぼは無事なんかな、こっちもね。これガブリエルはもう倒したってことでいいの？ああ、そうやった。うん。その歌を歌えばいいってこと？パラメーター消えてもうたな。オープニングない回多いね。リゼロもされたな。インデックス。おお。うん？麦の。うわ。どっから出てくんねん。化け物やん。あ、大将。麦の左腕どうなってんのこれ。
これは何やねん。化け物やないかこれ。何が起きた。後ろから竹壺が殴ったのか。対象、これは骨やったんかな。どうなんになってんのこれ体。え、武器のもハマズが好きやったん？うわ、これジンとくるわ。おお。
ほんで滝壺はいな、滝壺はどななってん。いやー浜面暑いねー。浜面がかっこよすぎる。俺さやん。もうトーマ、うん。レッサー今までどこにおった？どこで何をしとったんや？よう分からんけど、この右腕が完璧になったってこと？これ。エリエール砂漠谷。うお。
硫黄の雨は大事。ああ、これガブリエルが前回使ったやつやん。全然何言ってるか分からへんけど、人類滅亡させようとしてんのこれ。おう。ええ。トーマの巡りでぶっちぎれたぞ。え、生えてくる？ここでは黙ってろ。ピッコロ大魔王。
意味がわからん。あ、だけ闇坂なんとか。あ、またエンディングない。ごにょごにょと。とりあえず今回かかよかったのは浜面やね。で、麦のどっから出てくるんだあれ。で、滝壺どないなったん、あの滝壺がどないなったか気になる。いや、あれメロルトダウナーに巻き込まれて滝壺死すってことはないやんね。で、まあまあとりあえず麦のも、まあ大将を使って、ほんまは限界ギリギリやったのに無理やりこう動いてたみたいな感じやったんかな。うん、まあほんまちょっとフレンダーはねもうどないしょうもないけど、まあ、そのアイテムの復活をこう何願ってた浜面。いや男の中の男やったね。まさかあの命を狙ってきてる麦のサトスとはね、今回はもうあそこが一番の名シーン。この全くあの内容を理解してない中でももちろん内容を理解できたし、あそこは熱かったね。まあ麦野もちゃんとそれにほだされて、何あれ、なんか上から学園都市のなんか狙ってきてたんかな、
まあそこで終わっあのシーン終わったけど、ほんでそのフィアンマが世界を救いたいかなんか言ってる意味が全く分からへん。何一回世界を滅ぼそうとしてんやろ、滅ぼそうとしてるのに救おうとしてるって、何を言ってるのか意味が分からん。全く意味が分からん。なんつったらなんかゼンマイがどうのこうのだ なんかそんなこと言ってたな。全然分からん。とりあえずまあなんか何地球を何一掃して人類を一掃して世界を救うみたいな、なんかそんなわけのわからんこと言ってたな。で もっと一番分からんのはトーマね。なんで右腕ぶっちぎられたのにまた生えてきたんや。えトーマってナメック星人もしかして。あれ何やったのあれ、ほんまに分からんな。うん、で今ミコトが襲ったのってあれ ロシア軍でええのかな。でとりあえずミコトはあれよね、あの天空のこのトーマたちいるところを目指してるわけやね今。はい、じゃあちょっとあのまたまた、もうすでに解説用意してるんでちょっと見ていきたいと思います。はい、まずは風切り評価はなんで消えたの。評価はエアム拡散力は能力者が無自覚に出すのらしいが、弱まると姿は保てないらしい。なので AIM 拡散力場が弱まったはてな。内容変更の追加パラメータすみません全く分かりません。なんで麦野が滝壺に変身できたのか分からない。ところで本人の滝壺はどこに。これは分からんですよね。そうな、どうやって滝壺変身したのかも分からんね。確かに麦野はどうしてあそこまでハマズラにこだわったの。これは私の完全な考察ですが、麦野は居場所がなくなって寂しかったんじゃないかなって思います。なんだかんだ言いながらもアイテムが楽しかったんじゃないかなって。レベル5の第4位という立場、容姿端麗なお金持ちなお嬢様、この優越感を持ちながら楽しんでたんじゃないかと。けど短期が災いし、敵に口を漏らしたフレンダをやったところから壊れ、怒ったレベル0のハマズラになれてしまい、そしてそのハマズラが自分よりもしたと思う滝壺とイチャイチャし始め、なんかもう悔しくなったんでしょうね。私はこんなにも不幸なのに、あいつらめみたいな。おそらくハマズラに八つ当たりしてたんだろうな。持つものを持った人はどうしてもプライドが高いですしね、自分ではもうどうしようもできなかったんでしょうね。だからハマズラに止めてくれるきっかけをもらってホッとしてるんじゃないかなって個人的に思います。なるほど。ローラフィアンマンのやつと同じの持ってない、これが遠隔霊装らしい。あ、ローラもフィアンマンと同じ。そうなのこれ。フィアンマンの右腕は相手が強いほど相手のレベルに合わせて対応するらしいのは、なんて楽な戦闘。フィアンマの警告ってインデックスのマネ、インデックスの知識から魔術を引き出しているらしい。警告って絶対に言う必要あるのね。フィアンマはつまり世界征服したいの浄化という名の恐怖政治ですよね。超人的力を持つ者にあるある思考、世界征服イコール俺強え。きっとフィアンマもかまってちゃんなんでしょう。上条さんの一言、なんか右腕に話しかけている感じでしたね。つまり上条さんの説明ってどういうこと。フィアンマは相手のレベルに合わせて戦える無敵魔術を持ってる。けど相手がいないとその魔術も使えない。戦争を引き起こしたら人間の悪意が浮き彫りになる。これを敵にすると世界を救える力が出せるのではと思い戦争を引き起こした。うん。世界を救いたいけど自分には果たして救える力はあるのか。実は未確定で一番不安だったフィアマー君なのであったと書いてますね。まあまあまあ、ちょっとこれを読んでもまだそんなには理解はできてませんけども、はい、まあとにかく今回の MVP はハマスラです。まあまあ麦野もこれによってね、ちょっとまたあの最終回あたりであのアイテムは復活は見たいね。まあフレンダーはもうどうしようもないですけどね、その墓の前で泣いて謝れっていう、それが実現された時涙腺行くかもしれませんね。はい、まあちょっとトーマの右腕がなんで生えたかのことは書いてなかったんで意味わからなかったな。はい、ある魔術のインデックス324話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、大道芸人であり、子供向けのパフォーマーやってます。で、普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在はコロナの影響により、2年11ヶ月ほど、仕事が全くもってございません。貯金だけで何とかやってます。現在48連休確定中の今日が15連休目です。しかもね、インボイス制度始まりますね。もうこれによって確実に超絶貧乏にされると思いますんで、苦しい生活にはなりますけども、そんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で1039日目ですね。
ただし一昨年の8月18日から2020年4月頭にかけて約1年5ヶ月分推定2000本以上のリアクション動画が消え去りました。そんな悲劇を乗り越えて今日までやってきていますけども、13年以上使ってきているこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年9月14日に新たにパフォーマーのチャンネル作りましたんで、ぜひこっちの応援もよろしくお願いします。今チャンネル2つあります。で、毎日19時に1本だけ動画投稿します。そして URL 説明文にあるんで、ぜひ1本でもいいんで動画見てやってください。はい。で、過去のアニメリアクションは再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。